所さんの攻めるも守るも。あ、よく知ってるね、そんなゲーム。レトロゲームは最近動画で見てるので。要はファミコンがメディアとして強いってことが判明してね、うんうん、タレントがこぞってファミコンを出してた時期がある。あ、へえ。大竹誠とかですよね。うん、まあたけしの挑戦状とかもそうです、うん。なるほど。まあいろんなタレントが出してるんですよね。あと加藤の夢とかもいます。あ、スターウォーズ見た？俺見ちゃった。あ、見ちゃった。ステルズ見ちゃった。ええー。もう一回見に行ってみてね。スターウォーズ。そこはもうおごりということで。マジで。すまん、なんでないです。最近ありがとうございます。ありがとうございます。死んでるし。二人はシリーズ見てるんだっけ？一と、一番最初に見たのが四から見ました。四から見てる。四から、その次が五。うん6って見て、うん、なんかしばらく経ってからなんかいきなり1って始まってみましたね。ちょっと飛んじゃったっすけど。いや、それ飛んでるんだよ。飛んじゃう。いや、まあ知ってますけど。うん、それで攻めてた。じゃあ俺と2人で2プラトン。三田くんなんかね、カメラ回ると寒いんだよね。寒いっす。あのカメラ回ってない時の方が面白いってやめてほしいですね。あれ、あの話してよ。え？あの水道のなんだっけ。あの浄水器の勧誘された時の話してた。あれ超面白い。割とシャレになったよね。浄水器の勧誘にあった話。浄水器の感じ、うん、あのアムウェイ的な何か。ああ、なるほど、うん、あれは確か、うん、あの普通に喋ってくれればいつも通りでいい。それが面白いから。 あ、うん、あれですね、なんか急に友達から、なんか、あ、まあ、あまり会わなかった友達から電話かかってきたんですよ。ああ、学生時代。そうですね。うん、その、卒業してからあんまり面識ない人が、うんうん、久しぶりに会おうよって言われたんです。それ男ですか、女ですか。男ですね。男は。うん、あ、だから、あ、いいねっつって、カラオケとか行っちゃうみたいな感じの思いで、うんうん、あの、意気揚々と行ったんですが、うんうんうん、なんか友達も一人いるからっつって、うん、なんか女性がいるっつって、はあはあ、女性が二人いるって、うん、これはあの22じゃないですか。あ、なるほどなるほど。もう22ってことは、ね、いや一つでしょ。グループデート的な、ダブルデート的な感じ、うん、もう22なんでもう合コンかなと思っちゃって、うん、行ったらなんか、うん、ちょっとお家に行こうかって女の子に誘われて、うんうん、もうタラレバね、若いしね、若かったでしょ。そうそう、若かったですね。タラレバなんか始まるよね、それ。そうですね、うん、もうまさにピコピコピン状態だったんですけど、うん、そうだから、そういうのいらないっすよ。で、行ったんですよ。家に行った、はい、行って、うん、女の子と女の子がさらにもう一人いて、うん、3人でなんかシェアで住んでるっていう話で、うん、おー、いいね。いきなり3人の女の子と仲良くなれると。そう、で、その一人の女の子が、うん、あの、私オーラが見えるんだよねっつって。オーラが見える。そう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 、はい、あの、はい、占いとか手相とか得意だからって言われて。ああ、なんかそういうやついるよね。そうで、手を握ってきて、オーラ何色とかね。で、まあ誕生日とか、よくああいうやつらよくテレビ出てるな。ああいう詐欺で。詐欺で嘘に決まってんだよ。まあ、何がオーラだよ。大きいすぎじゃん。何がオーラだよ。特にね、好みじゃなかったので、そんなに、ドキドキはしなかったんですけども、うん、まあやっぱ部屋着でちょっと薄着だったんで、ちょっと、うん、お察しな感じはあったんですけど、うん、まあね、手とか握られて、うん、あれでした。おっぱい当ててきた。当ててきましたね。マジか。それはもうもちろん。で、薄着の女性が言い寄ってきたと。はい、うん。で、いいところ取れんな話。あ、まあ、うんうん、そこで、うん、いろいろとその金運がどうたらね、うん、恋愛運がどうたら話し始めた後、うん、あれ、これはなんか聞いたことあるような、うん、なんか羽飛びとかでありそうな感じかなと思ったら、いきなりちょっとなんか資料みたいなのが出てきて、うんうん、今の仕事に満足いってますかみたいなこと言われたんですね。あ、
もうちょっと男だったら稼ぎたいとか思うよねみたいな、そう弱い、なんか夢とかってあるよね。あ、なるほどなるほど、うん、夢の話になった。そうですね。ただやっぱり僕はその目の前のものを食べたいわけじゃないですか、うん、なるほどなるほど。そうですね、どう考えても、ね、そう食べたいんで、とりあえずやりたいっていう、ね、そうですね、うん、せっかくポケットに入った、うん、なんかね、うん、あのかぶせるものもきっと あったんで、あ、装備してたんだ。そう、若いね。装備品ですよ、うん、装備品ですよ。やっぱりあの、うん、装備しないと意味がないって道具屋さんに言われたんで、あ、なるほど、うん、装備はしてたんですけども、ちゃんと、まあ、そこで、まあ、適当にありますって答えちゃったんですね、うん、あ、夢ね、まあまあ、うん、夢の質問ね。そう、でこれでなんか続けるかなと思ったんですけど、うん、そしたらやっぱり、うん、なんかその後ちょっと態度が変わって、うんうん、名刺が出てきたんですね。名刺が出てきた、うん、そう、まあ、あのとりあえずその資料が出てきたあたりがちょっとおかしいなと思ってたんですけど、うん、資料も出してきたな。そうですね、へえ、うん、まあ月々、うん、あのこういう人はこのぐらい稼いでるんだよっていう、なんか例みたいなの、うんうん、その上昇期のね、うん、そうですね、うん、ただやっぱ事前事業じゃないから、うん、こういうのをするためにはいろいろと権利がいて、うんうんうん、その権利を、うんうん、あの売るわけにはいかないっていうこと で、うんうんうん、でそこで、うん、その権利を売るために、うん、権利を売った買ったっていうとなんかいろいろとまずいから、うんまあ、まず商品として買ってもらいたいと。あ、その上昇期買わなきゃいけない。そうそう、買ったら、うん、まずこのそれをできる権利が与えられるて、ああ販売権利が与えられる。そうそうですね。ああ、そういうことで頑張れば頑張るほどランクが上がっていくんですよ、はい、で、はい、もしあなたがもう一人友達を、うん、あの紹介して、うんうん、おやるな、うん、その人がまたさらに頑張ったら、あの働かないで、うん、お金が入ってくるっていう素晴らしいシステムなわけですよ。ネズミ行動なんだ。マルチレベルマーケティング、うん、なるほどね。そうですね、うん、で、まあ、それがどんどん増えていくとやっぱり、まあ、働かなくてもやっぱその権利だけで食べていけると、やっぱり月に換算するとやっぱ最初は10万、いやそしたら20万、30万、40万、50万、100万、1000万とか稼いちゃうわけですよ。って言われたんだ。そう。うん。だって、ちょっと待って、俺一つ聞きたいのがさ、はい、浄水器っていくらなの？浄水器、まあ、あの基本的に、本当は、うんうん、まあ、100万ぐらいするものらしいんですけど、ただ、今はちょうどキャンペーンをやってるので、うん、今だったら、うんうんうん、59万で今だったら実際大体定価系な、うん、もうこいつはやべえなと思って、うん、そこでやっぱりそこでまあ、やるかやらないか、うん、やるんだったらまあ、うん、この契約書にサインみたいな感じのとこまで行ったんですけど、うん、それ浄水器買ったらやられる空気だったんですところで、いや全然もう無理でしたね。もうそういう空気じゃないんだね。しかもちなみに途中でその友達は用事があるって言って帰りました、うん、ああ男友達の方ね、はい、うん、でまあ周りの女の子しかいないんですけど、その女の子の家に連れてかれてるじゃないですか、うんうん、結構遠いんで帰るのもあれなんですよ。マンションの一室なんですよ。それ心理学的に逃げづらい状況を作ってるってことだね。そうですね。やばいね、巧妙だね。そうですね、あ、うん、まあ視聴者の方は気をつけてってことだよね。そうですね、気をつけた方がいいです ね、 そうですね。俺もなんかなんか上手い話はまあなんかまあただより高いものはないみたいな。女とかも使ってくるんだね俺そこは意外だった。やっぱ、うん、女性の方が、うん、男もね、あの勝手に女に対して何もできないし乱暴してうるせえよみたいな感じ でそれもできないですからね。そこで逆切れっていけないもんね。いけないですね、まあ、やんわりと断るしかなかったりとか、しかも薄着で迫ってきてるもんね。そうですね、あ、ちょっと彼女いるんでとかそういう感じとかじゃなくてやっぱ逃げる切れない部分もあるわけじゃないですか、う
確かにそうだ。逆に怖いね、そうなると。怖いですね。もう出来上がりすぎちゃってるからさ。やっちゃえばいいんじゃないですか。いやいやいや、多分二田君のことは俺を主人公にした両直ゲームが始まるぜ。だってもうそんなさ、うん、調子よくなんか勧誘されたら、うん、まあまあなんか手慣れた感じだよね、うん、なんかもう裏にもなんかもっと強いやつがいそうだしさ、なんか、うん、まあでもね、なんかそういう縮図ってあるんだよね、なんかね、まあ、そうですね、どこにも。まあその養成期に限らず、なんか結局は自分で判断するしかないよね。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたと